タートしました。方々揃いました。さあ一直線先行争いに入ります。14番ボンジョルノ、外からは押して16番のスカイポートが上がってきました。さらには6番のラフィンクロンも外へと行って、17番のセルレアも先段へ、その後ろから16番のスカイポートの追走です。さあそして各馬はこれから残り 600m に入るところ、外には8番のトミケンルーアも取り付いていきました。さあ残りあと 500m 地点となって、後方には9番のクリッパークラス、さあストーン持ち出して17番のセルレア、その内からは6番のラフィンクロンヌ、さらには14番のボンジョルノ、1頭落馬、11番エルポルラブが落馬しています。さあ先頭は6番のラフィンクロンヌ、そこから17番のセルレア、その内にコースを取って18番のクイックレスが差を詰める、そしてその内からは15番のスターライトキス、さらに8番トミケンルーは横に広がった、間抜けた18番クイックレス、内から8番のトミケンルーは2番手ゴールイン、3番手は接戦、18番のクイックレス、そして17番のセルレア、その内からは6番のラフィンクロンヌ、さらには14番のボンジョルノ、1頭落馬、11番